はい、どうも、ネングシューターと申します。エドワード・ティーチ。私ね、今、33位なんですよ。すごくないですか？僕、超美課金ですよ。これ33位ってね、おそらくね、ハイ課金の域なんですよ。10位にガオーさん80万。僕21万ですけど。どう思います？20位にあの時空がいるんですよ。時空ともう十何万しか変わんないんだから。すごいでしょ。すごいんですよ。レベル60とかの人ばっかしですよ、ここら辺の域っていうのは。これね、皆さんにね、やり方教えてあげますよ。もうこれ私ね、抜かれると思いますから教えてあげます。まずですね、基本、全部斜線。斜線にしてください、これ。これ適当に買ってきて大丈夫です、多分。もう、適当に買っていいです。もう、それは良ければいいですけどもね。もうそれで OK。車線はですね、ぶつかった後戻れるんですよ。また移動ができる。あの、ジーベックと同じ。そう考えていただければ、皆さんお分かりいただけるかと。あとはですね、提督は、ジョアンで、衝突を上げるか、オットーで会心つけるか。まあ、どっちでもいいかなっていう気はしますね。どっちが精密にはいいか、ちょっとわからないんですけど。まあ、どっちかかなっていう感じですね。あえてどれがいいかと言えば、と思いますね。で、スキルに必ず、この火災誘発とか、133% とか、高めのダメージが出せるやつを入れとく。これも重なってれば言うことはない。ですね。あとはおすすめの、ここら辺入ってた気がするけどな。ないな。なくなっちゃったな。あの、防御無視衝突。あれも結構強いと思いますね。はい。で、入れられたらですね、効果のところにも衝突力、増幅。これ系ですね。入れといた方がいいと思います。で、気のせいかですね、この衝突力が一番高いやつ、黒ひげですね、通常攻撃かましてくる気がしますんで、今のところ大体そうなってます。さあ、ちょっとやり方をですね、見ていきたいと思います。もう僕ね、やりきっちゃったんで、これ、移動はできるけど、もう回数が多分ないと思うんですよね。6回やりきっちゃったんで、赤石も。なので、私が撮っといた、撮影しといた動画を、止めながら、あ、ここはこう、ここはこう、みたいなね。感じで注釈入れていこうかなと思います。それで伝わればというところです。はい、ではちょっと高速に説明していきます。まずですね、はい。普通にガンガン攻撃していって、ティーチの攻撃、黒ひげの攻撃ですね、砲撃があると思うんですけど、そこまで来たら撃たれますよね、誰かしらが。あ、ここですね。撃たれました。この撃たれた味方ですね。これは回復した方がいいですね。序盤は。うん。てか序盤しか多分個人攻撃してこないかもしれない。しっかり回復しちゃった方がね、いいと思いますね。これしっかりですね、これ弱ってるやつを狙ってくるんで。てか、ターゲットがね、決まってる、さっき言ったように可能性があります。はい。で、この出た雑魚ですね。出た雑魚、これ倒しましょう。この動画だと倒さないかもしれないですけど、倒さないか。なんか無視して攻撃しそうですね。これきっちり白兵強いメンツで、最初のターンで自分から倒していかないと、攻撃されただけで、デバフかけられて、最悪なのが、移動封鎖で全く移動できなくなるんですよね。あれね、バグかと思ってたら、デバフの移動封鎖でしたね。しかもあれ治らないんですよ。移動封鎖もかけられたら終わりなんで、それを防ぐためには、まずこの3匹をですね、一発で仕留めるぐらい、やっぱ白兵力が必要ですね。はい。で、白兵5と白兵スキルがついてたら、なおいいという感じですね。今のところは。で、白兵力足りなかったら、ラスパルマスとか行って、モスクがあるんで、モスクの一番高いやつとかを作れば、まあ確実に、ほぼ誰でも5行くんじゃないかという感じなので、おすすめします。ラスパルマス。はい。
はい、でこれ出ましたね。この範囲入ると当たっちゃうってやつですね。これもですね、これ射線だったら撃ってまた範囲外にも戻れる。これぶつかった時はこのびっくりマークの中なんですけど、射線は戻れるんでダメージレートがだいぶ上がりますね。射線がいいと思いますよ、多分現段階では。はい、老戦よりね、やっぱりね、射線の方がいいってあのガオーさんも言ってたんで、もう僕はね、ガオーさんっていう名前を使ってですね、説得力を増させるっていうね、力を持っています。そういうことですね。はい、はい、次にあれが来ますね。全面、何砲撃だっけこれ、全面砲撃みたいなやつ。これもですね、きっちりこいつらを倒しておいてから移動した方がいい。じゃないと攻撃食らった時にやっぱりその移動封鎖を食らってたらこれはもう死亡確定なんで、なのでザコは絶対倒す。だからまあある程度の白兵力が必要かもしれないけど、まあかなり弱い部類だと思いますんで、白兵は。はい、大丈夫だと思いますね。白兵ある程度重ねた方がいいかもしれないですね。だから効果は、はい。そして装甲下がって言い始めましたね。装甲下がったら、下がって言い始めたら装甲下がってるんでチャンスでございます。そんな感じでもうこの動画のところは終わる感じですね。生き残ってるのが 1,2,3 人ぐらいかな。まあこれ雑魚をねあんまり構わなかった割には生きてる方だと思いますけど、これジョアンがねもう多分ほら移動不可なんですよ、この感じ。これ岩浦行ったらハマるなみたいな思ったら違うんですよ。岩浦行った時にデバフかけられてるんですよね。そういうことなんですよね。はい、だからなんですよね。だからザコはもう湧いたターンで倒しに行く。まずこれが鉄則ですね。まああとは射線で皆さんねスキル使ってパッコンパッコンやるだけなんでね、あとミスしないでビックリマークのマークのところに行かないだけなんで、まあ結局黒ひげ自体の攻撃ってワンパターンで、通常攻撃も多分最初の方しか打ってこないし、まあ後から打っといたとしてもこの対比に入った時にきっちり修理しながらやればいいと思いますんで、まああと打たれた人は修理もう積極的に入っちゃうという感じですね。どうせ狙われて打たれるんで回復しとかないと狙われちゃうで沈んじゃうという感じですね。でザコは白兵しか仕掛けてこないから耐久減ることはないという感じ でどうせね時間がねいっぱいいっぱいなんですよ、これ15ターンやるには。だからこれ行動サクサクやりつつっていうところ、だから頭に結構もうね入れておかないといけないですよね。ねザコはいや倒してみたいなね。あとはもうスキル使ってザク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 入っていく。で見逃しちゃいがちなのがですね、提督スキルですね。提督スキル使えるのに見逃しちゃってるとかねあると思いますんで、そこはきっちり使っていくという感じですね。あともう一つ挙げるとバフか、衝突威力が上がるバフスキル、あれはですね装甲がこれ2段階剥がれるんですけど、黒ひげの2段階剥がれた後なんかは結構効果が高いかなっていう気がしましたね。2000とかねクリティカルでポコ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 超えていくんで普通に。まあ何よりも一番でかいのはあの A のラムとかね S のラム持ってる人はそれが一番強いと思いますけどね。パーツが強いと思います、これ。僕ね C のラム中心でやってるんで、まあ、それでも33位ですよ。驚くべきですよ、こうやって攻略法手探りでやって C のラムで33位取れるんで、皆さんも車線に乗れさえすれば多分33位超えるんですよ。33位超えるというか僕の数字は超える間違いないというところでですね、はい、
皆さんも頑張っていただきたいというところ。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンはガガガガグッと押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃあみんな、またごー。